豊川川。この場所の西手には、プリオがある、豊川市の市街地。画像奥の名鉄豊川線の踏切を南下すると、南大通に連なる。豊橋市した自長天神集店、体育館前交差点近くにある、日本車両豊川工場。愛知県道400号豊橋豊川線は、豊橋市北西部と豊川市中心部を結ぶ、一般県道である。全線にわたって、 市街地を通り、東三河地区の主要都市である、豊橋市と豊川市を結ぶ重要路線であるため交通量も多い。豊川市、正岡町地内の拡幅が完成した、現在、全区間が4車線道路であるが、一部では、右側車線が右折専用であったり、右折車線がない交差点も多い。起点は、豊橋市の瀬上交差点である。 逆に豊川から豊橋に向かう場合、この交差点は左車線が左折専用のため注意が必要である。出発して豊川市に入るまで沿線には自動車販売店や自動車用品店など自動車関連の大型店が多く立ち並ぶ。そのためキャリアカーが停車していることも多い。豊橋変電所を左手に見ながら豊川放水路を渡ると豊川市に入る。 右手には、クロスモールとヨカーという商業施設がある。かつては、水田地帯であった低地のこの地区には現在大手、家電量販店が集中しており、電気街さながらの館がある。その他にも映画館やボーリング場などの娯楽施設や、飲食店が多い。なお、映画館を核とする豊ヨカはコロナワールドは、改築のため一時閉鎖していたが2009年12月に、 営業を再開した。飯田線の線路をくぐると、一段高い線上地に上って牛久保地区となる。ここは、中小の商店が多く、この路線の中間地点でもある。2013年に移転した豊川市民病院跡地の前を通り、すけ、長和を渡る。ここは桜並木になっており、春になると桜が美しい。また、河原には、 菜の花も咲く。スケ、輪川を渡り、少し行くと、名鉄豊川線の諏訪町駅がある。線路を渡ると、諏訪地区に入る。ここは、豊川市の市街地であり、市内でも特に賑わいのある地区である。プリオが左手に見えてくると、終点の体育館前交差点に到着する。なお、体育館前交差点から先は、豊川市の市道であり、欅並木になっている。 ここには歩道に彫刻なども設置されており、フれ合いプロムナードと名付けられている。突き当たりは現在、日本車両などが進出して、ほの現行業団地となっているが、ここは戦前とよか海軍交渉が置かれており、本路線は同交渉ととよ橋を結ぶ軍用道路として、当時から整備されていた。現在も、 終点から国道151号交点までは日本車両で落成した車両がシニアにトレーラーで搬出される経路となっている。この路線を起点から終点まで走るバス路線がある。ありがとうございます。